おはようございまます。す。す。MC 松島でで映画でございます、はい、今日は、えー、僕が、えー、見た映画の感想を言いたいと思いますこの、えーと「ブラック・クランズマン」という映画についてお話ししたいと思います、えー、とき基本情報としてはですね、えー、この監督がまずスパイク・リー えー、ヒップホップにもめちゃくちゃゆかりがある黒人映画をたくさん撮ってるあとミュージックビデオなんかも撮ってる、えー、監督ですスパイク・リー超重要監督ラップ好きな人はチェックしてほしいそして、えー、ロン・スオールワースさんという実際にいた人えっ、ー、と その刑務所で初めて黒人で刑事さんになった人の実話小説をもとにして作られた映画そして脚本が「ゲットアウト」とか「アス」のジョーダン・ピールさんこれももう黒人の映画黒人とはとはそういうの超やってる、えー、ヒップホップ業界とも,ものすごくゆかりが深いヨーチェック監督、えー、脚本家、えー、自分も「あのトイ・ストーリー4」のうさぎの声で出演したりとかしてコメディアンもやってるみたいジョーダン・ピール。 はい、そして主役があのデンゼル・ワシントンさんの息子ジョン・デビッド・ワシントンさんがやってると。で、えー、まず、はい、第一印象この映画。えっ、ー、と僕はちょっとあの映画があ,のあまり通好みじゃないものの方が好きというか分かりやすいものの方が好きなんで気象点結がこう激しくし 話がが展開する映画が好きなんですよなんでちょっと全体的にこうゆったりしたテンポで、まあ、実話をは元にしているということなんでそういうのもあるのかなと思うんですけどもなんかちょっとゆったりしてるなぁと何も起きない時間が多いなぁちょっと退屈だなぁと思ってしまう部分が結構あったりとか。であのなんていうのかなそのなてうかそ もっとこれはあの人種差別をテーマにしてるんですけどもあらすじを言うとそのロンス・オールワースさんっていう人が実際にクー・クラックス・クランこれもあのヒップホップにも重大なことですけどもね KKK っていう白人至上主義を掲げている政治団体に潜入調査をするとでクー・クラックス・クランは本当に純血の白人だけをえアメリカ人だとするみたいな思想を持って活動しているとで黒人は差別するしユダヤ人も差別するし。 有色人種は超差別するというすごい過激な団体でこれはもう本当に良くないことだと思うんだけども。 あの人種差別をテーマにした映画でももっとショッキングなこう過激な演出があるものだったり、あとそのどっちかが良くてどっちかが悪いっていうのをはっきり描かれているものの方が僕はすごい好きなんです。でもこの映画は白人まあクークラックスクランは悪いんだけど黒人もそのブラックパワーというのを団結してえとにかくあの全景観を恨んでいるとか全白人を恨んでいるっていうのをあえてこうねどっちも 同じじようななことをやってるんじゃないのみたいなこう結構なんか余白がっつり余白があって、えー、普通だったらそのね何て言うのかな暴力がショッキングだこんなことするやつは絶対許しちゃいけないみたいな分かりやすいメッセージをやりがちなんですけどこれはなんかこうぼんやりとしているとこういうことがあったと、まあ、本当に良くないことだけどみんなどう思うのみたいな結構がっつり余白があってですね、えー、ちょっとあの。 まあちょっとねちょっとまだ初めて映画のことを話すから分かりづらいこともあると思うんだけどすごいなんかね分かりづらいなっていう感じ第一印象としてはだけどねこの最後の、ね、5分ぐらいにスパイク・リーの本気が出てきてですねここで一気にバチッとねああなるほどこなんでこういうふうにあのわざとぼんやりさせてたのかなっていう、ね、感じがね最後に分かる仕組みになっててこれはびっくりします。 1970年代のアメリカの公民権運動というものを題材にしていてですねその時はもう理不尽なただ差別的な差別でねあの暴力が振るわれ黒人がいたら殴られ黒人がいたらけがさせられるというそういう世界だったとでそれがいろいろこういう黒人の人が声を上げたり権利を主張することによって少しずつ社会の雰囲気が変わってきたっていうのは僕たちの今の暮らしにもすごくなんか学びがあるような気がする。最近だとあのサンドイッチも 今の伊達さんがお上に文句言うな文句言うならお前が総理大臣やれとかって言ってましたけどもいや総理大臣なんて絶対なれないじゃないですか俺とか文句あってもめちゃめちゃなんですよねそれがもうなんかはあのクークラックスクランのこう純血の白人以外はあの劣等種だから。 あのまあ、奴隷やらしととけやみたいなことを思ってるわけですよで今厳密にその純血っていうのは世界にはいないっていうなんかデータが出てますけどもあの僕らにも多分欧米人とかアフリカ人とか南米人の遺伝子が多少混じっているみたいなことがなんかデータが出てますけどねそれも本当かどうか分かりませんけどだからその国籍とか血統とか肌の色とかで人に線引きするっていうのはもう本当にバカみたいなことなんだけど。 でもそのバカみたいなことをやっている白人以外の例えば黒人とかもちょっとバカっぽくこれは描かれているんですよね。で、えーはいえー、もうちょっとあの深い感想、はいえー、これはまあ補足になっちゃうのかもしれないんですけど、あのー、劇中にですねあのブラックスプロイテーション映画というものが出てくるんです。 これはあの非常に音楽とゆかりがあってですねファンクとかソウルと超ゆかりがあるものでブラックスプロイテーション映画っていうのは黒人を主人公にしてアホな白人を倒しに行くという商業映画なんですよ。でそれはあのまあ黒人がかっこいいっていうところをまあ描いているっていう面もあるんですけど実際はその白人が金儲けのために作っていると。すごいそのステレオタイプの黒人を 使ってやるとでこれもまあ今では差別的だっていうふうに言う人もいるし、まあ、黒人が主役な例だったから、まあ、その時は良かったと思ってたんだと思うんですけどでこの代表的なものをちょっと紹介すると「シャフト黒いジャガー」という映画これはアイザック・ヘイズという、えー、すごい有名なソウルミュージシャン。 S が s、えー、スーパーフライっていうやつがあってこれもカーティス・メインフィールドっていうすごい、えー、有名なソウルミュージシャンが、えー、サウンドトラックを作って大ヒットさせてますこれはもうあのヒップホップでも超サンプリングされてるアーティストだしすごい重要な曲なんで、えー、もし、えー、この「ブラック・クランズマン」見て、えー、ブラック・スプロイテーション映画ってなんだろうって思ったらサントラもぜひチェックしてみてほしいラップとめちゃくちゃ関係があります。はい、まとめ えー、まとめなんですけどもこれはあの僕的にはですねあの今見てよかったたなと思いました、えー、今あのそのそトランプさんとかまあ安倍さんとかが、えー、その民の分断を起こしていると言えることがあると思うんですけどもそれについて考えさせられるという感じであの最近のそのまあゲットアウト明日ジョーカーとかそういうなんだろう、あのー 貧富の差まああれか地下,地下の家族もそうかパラサイトもそうか貧富の差とか、あのー、格差社会について、えー、切り込んでいる映画で,で中でもやっぱりその人種差別っていうのは僕たちの暮らしの中ではあまり身近ではないんだけどもそれについて考えてみるそして僕たちの暮らしだとこれはどういうことなのかなっていう、えー、風に考えていくことができるかなと。 なので、えー、こちらですねあの作品としては僕ちょっとあの通好みというかあの僕はもうちょっと分かりやすく「えー、白人ぶっ倒せ」って言ってぶっ倒す「やった!」みたいな映画の方が好きだけど、えーまあ、最後にね衝撃的な演出があるのあるあるんでそれはまあそれまで我慢すれば僕は楽しく見えるかなと思うんだけども内容としてはあのちょっとあのスパイク・リーがデンゼル・ワシントンの息子を使ってこれをやるというのが。 もものすごく多分僕がが想像してるるよりも意味があることなんだろうななと思いますなんで内容がすごいたっぷりだけどもあっさり味の映画だからもしかしたら人によっては退屈しちゃうかもしれないけどちょっと興味を持った方は見てみてほしいなと思いますちょっとこれ映画の話すると8分ぐらいいっちゃうかやっぱりなそうだよなという感じですあともうファッションとか音楽がめっちゃかっこいいんでそれだけでも楽しいと楽しめる人はいると思います そんな感じで今日はブラッククランズマンでした。ぜひ見てみてください。ありがとうございました。